この2つを持って帰ります。めっちゃ重い。おかえり。さあ、久しぶりのお家。ちょっとなんかいろいろ、あ、すぐ出た。レンちゃん、あるちゃん、そっち行っちゃった。風にしようと思ったのに、なんか開かってくるし、なんか何これって感じになってしまいました。いい方法があったら教えてほしいです。こっちは焦げ目がつかなくて、こっちは焦げ目がついたんですけど、中の具材がトースターでやったらウインナーがなんか火通ってない感じがして、電子レンジで温めました。なんだろう、でもチーズがいい感じに溶けてます。見た目すっごい不格好なんですけど、味はまあ美味しいです。なんかおしゃれにやろうとした結果不格好になってしまったので、普通に作ればよかったかもしれない。楽天で頼みました。かわいい。じゃん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 、じゃーん。かわいくないですか。ラタンのトレーです。なんかここが木になっててかわいい。今向こうの部屋から持ってきたんですけど、これは3COINS で買ったもので、こっちはですね、さっきのよりもちょっと大きくて長方形のトレーです。これも3COINS でもすごい人気です。小物とか置いても可愛いし、食べ物とかでもいいし、なんかこういったトレーが机に置いてあるだけでもちょっとカフェっぽくなってすごい可愛いなと思います。次は9点で頼んだものなんですけど、これはね、どうなんだろう、写真と一緒だったら嬉しいな。え、何これ、組み立てがあるの。こんな感じでここに切れ目があるので、この状態でこうやってつけて、これをこうやって、破れました。ああ、お、できた。よし、できました。なんかこれ結構いろんな通販サイトで売ってると思うんですけど、韓国のインテリアでよく見かけるランプなんですけど、9点で安かったので買ってみました。
なんかこれ私はここがラタンのやつにしたんですけど、なんかここの部分が結構いろんなのがあって、木だったりとか、なんかピンクとかそういう色があるやつもあったし、なんか結構いろんなパターンのやつがある。組み立ては全部こういう風にやるのかちょっとわからないんですけど、私が買った球体のやつはちょっと自分で組み立てっていうか、セットつけるみたいな感じでしたね。ここもなんか今この前設置した時のこのままになっちゃってるんですけど、ゆっくりいろいろ可愛くしていきたいなと思います。今日の夜ご飯はこちらを使ってトッポギを作っていきたいと思います。ライスペーパーでこうやってトッポギを作っているのを見て、私トッポギとかさ、辛いものとか韓国料理はめっちゃ好きやから、どんな食感なんやろうと思って興味が湧いてですね、作ってみたいと思います。ライスペーパーをなんか自分で買ったの初めて。めっちゃ熱そう。ライストッポギでやると、ライスペーパーでやるとどんな味なんですかね。すごい弾力があって、なんかトッポギとはちょっとまた違うんですけど、あと表面はあのちょっとつるんとしてて、チーズがねとろーっと溶けてすごいまろやかで美味しいです。なんかトッポギともちょっと違うし、すごいもちもちで私はめっちゃ好きです。結構ね弾力があります。重ねて巻いたから弾力がありますね。いつもはトッポギとかお家で食べるときは韓国の、おでん使うんですけど、それがちょっと今回用意できんかったんで、日本のね普通にスーパーで売ってるおでん、さつま揚げとじゃこ天っていうのをですね初めてちょっと入れてみたんですけど、それでもしかしたらちょっと味が風味が変わってしまったかもしれない。これがさつま揚げ、ね、前回の動画のコメントで体験についてのコメントがすごく多かったんですが、休んでた時期に実際気づいたらすごい体重が落ちてしまっていて、ちゃんと自分では食べてたつもりだったんですけど、睡眠とか精神的にとか、理由はちょっとわからないんですけど、気づいてからは体重計に、2日に1回は乗るようにしていて、で今朝も測ったんですけど、今朝は 38.2 キロでした。でその時よりもだいぶ増えてきたし、ちゃんと食べてるのでいつもぐらいの体重に戻っていくと思うので安心してください。ちょっとこの話をねコメント見た時にした方がいいなと思ったので大丈夫です。
では食べます。あ、であとね、なんか無理に食べてるんじゃないかっていうコメントもあったんですけど、無理に食べてるんじゃなくて、食べたいから食べてるし、食べたい時に結構食べてます。大丈夫です。あの巻く作業もすごい楽しいし、作ってみてほしいです。私が買ったライスペーパーすごい大きかったんですけど、ちっちゃいのもあったから。食べてみたいなと思ってたんですけど、楽天で公式があったので買ってみました。花山うどんの鬼ひも皮です。おお、店で食べてみたい。え、これ1人前結構入ってるね。なんかネタだともっと横幅がぶっといやつも見たことがあるんですけど、これもでもすごい、きしめにはもうさ太いと思ったけどさ、全然違うぐらいぶっとい。